皆さん久しぶりにご唱和ください。クワネラ社会テレが始まるよ。もう3桁いたしね、はい、1000もいたしね、はい、徐々にみんなにもっと面白くもっと楽しくワクワクさせようよ。そうですね、今年は3000だもんね。そう、3000だから、はい、やったまだ長いよ。長いね。長い。頑張ろうね。頑張ろうで、今日も紹介ね。ずっと言ってんだけどね、ハサマリーヌのマスコットポルチェ3。3!2 が商品か。2が商品です。これはもうかなりやっててね、もう多分お馴染みの人はいると思うんだけど、で、パート1はね、昔すぎてサンプルが今3つしかなくて。で、ここ乗ってるのがパート2ね。パート2すごい豪華。ね、豪華だね。ギターが壊れてるのギターそうね。あとこれパチンコ屋さんとかね、よく置いてあるやつね。もう今見ないっすよ、ね。なかなか見ないよね。で、今回はここまで来るとどこでも挟まっちゃうから、まあ、そもそもの話していいですか、うん、これですよね、本当は昔のお家のブロック塀でご主人様を待ってる犬が覗き込んでるね、道路をね、そうそうそう、まだご主人様帰ってこないかなって、はいはい、それをヒントにね、はいはい、作らせてもらったのがきっかけ、ね、そうです。だからこのブロック塀があってこのね、障子とかね、そういろいろね、レンガとかね、まだわかるじゃないですか。まだわかるね。え、何パラボラアンテナはわからん。これね、なんか分かんないけど、うるさそうだよ、いろんな情報が入ってきそうだよね。DS デジタルって書いてる消防ね、うん、そう、ちゃんとね、結構こだわって作ってるんだよ、これね。おもろいな。で、今回もね、まあ、挟まってるシチュエーションいっぱいあるんだけど、はい、例えばだけどね、これ富士山とかなんで富士山って思うけど、まあ、これはね、面白いことって思う。でも、挟まるというのはもうね、うん、出てる出てるよね。ちょうど、あの、なんだろう、柴犬の口あたりがちょうどなんか白のさ、雪みたいになってるね。うん。で、まあ、ポイントとしてね、肉球も毎回ね、つけさせていただいていて、で、まあ、ボールチェーン種も使えるし、なおかつ、置いてもいける。うん、置いてもね、かわいいですね。これ、おつあたさんですからね。そう、これ、おつあたさんのね。ベコのね。ベコのね。あー、そう。で、続いてホットドッグ。犬だけに。犬だけにドッグ、そういうことになっていて。もうむちゃくちゃや。これさ、食パンの流れから来てるでしょ。そう、おっしゃるとおり。ハンバーガーよりホットドッグの方がうまく挟まるかなっていう。前から見た時ね。あ、ほんとだ、いい感じ。いい感じでしょ。結構彩色もこれ細かくさせてもらってるんで。で、今回ラインナップが一番彩色は細かく作ってるからね。面白い、これ。続いて、はい、これ結構結構ね、いいんだよね、これ。学習帳に挟まり、ポイントはノートに挟まってるんだけど、はい、これ後ろ見て、これ挟まり学習帳ってことで、本当だ。まあちょっと、某ジャポニカじゃん、のイメージでここから作らせてもらって、子供の時ね、こういうのあったから、確かに。それに加えて、これちゃんと文字も書いてあるね。すごい、本当だ。そうそうそう、全然読めますね。読める読める。けど、あの、内容は犬のことじゃなくて、鼻のことが書かれてるんだよね。ジャポニカってさ、花のイメージとかさ、虫のイメージあるけどさ、犬のイメージなかったんだよね。ない。だから無理やりすぎるかなと思って。犬にしては茶色が多くなっちゃうのも。確かにね、そうですね。だから今回花のイメージで、名前の方を挟まり学習帳って形で、うん、家が細かい。そうですね。で、続いて浮き輪に挟まりね。これはシンプルだね、こっからの流れだね。うん、けどさ、これさ、モールドにしてるからさ、形違えんの。ほんとだ。実はほんとだ。わざわざこれで形作ってるっていう。わざわざね。で、続いてこれもね、絶対ここにはハマんないだろうっていうね、真実の口に挟まりんだよ。口に手を入れるもんだからさ、すごい、ここから出てきちゃって、しかも内側から出てきちゃって、普通外側からハマるはずなのに。確かに、それ内側から入ってる。確かにね、うん、これすごいボリュームがあるね。一番自然の中で大きいよね。わけわかんない。わけわかんないけど、そう、顔の表情とかもちゃんと見えて。いいっすね。これっぽくさせてもらってる感じかな。で、続いて最後かな、浮世絵に挟まり。絵画シリーズですね。絵画シリーズね。そうね。うん。まあ、海外っぽいやつと、ちょっと和テイストみたいな。はいはいはい。ちょっとその額の感じとかも変えて。ほんとだ。うん。やらせてもらってるのかな。え、これって顔と体は統一なんですか。そう。顔と体が同じで、間だけ変更してる。へぇ、面白いっすね。それはそれで。犬の種類なんだけどさ。はい。柴犬で、例えば黒のさ、柴犬だったりとかさ、白とかもいるじゃん、ね、そうするとラインナップ半端なくなっちゃうから、半端ない。なので、完全に茶色に限定して、はい、首だけ変えるっていう、そういった企画にしてる。すごい気持ち悪いですね、ずっと揃ってくるとね。そう、気持ち悪いっていうね。すごい気持ち悪い。あ、でもやっぱ面白いですね、やっぱ工場のやっぱ生産の兼ね合いだと思うんですけど。そうだね。若干違うのが、ものは若干色が違う、ね、うん、ほんと若干ですけどね、うん、あんまりワンちゃん、犬って売れないイメージ。はい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 。おかげさまでね、パート3ってね、クリアであんまないっすもんね。ないもんね。うん、すごい。じゃあ今回ね、おつあたさんの企画でね、ハサマリーヌ3紹介させてもらって、これあの2月発売で300円6種。
なっているので、はい、ぜひ店頭で見つけてみてください。はい、今回ね紹介させてもらったのはハサマリケン3でした。全部集めたらめっちゃキモいですよ。